梅津寺公園は愛媛県松山市梅津寺町にある伊予鉄グループが所有する公園。本項目ではこの場所にかつて存在した遊園地、梅津寺パークについても記述する。かつての梅津寺パーク演望前身は伊予鉄道が1935年11月4日に開園した遊園地で当初は梅津寺遊園地という名称だった。 松山電気軌道が経営する遊園地、地震園と激しく競って打ち勝ち、1963年4月1日に、梅津寺パークという名称で、リニューアルオープンした梅や桜のある庭園と、海水浴場、野外ステージ、各種アトラクションがある遊園地となっていた。かつては観覧車もあったが、閉園となる以前に撤去された。また、ぼっちゃん列車が展示されている。 花見シーズンは、ナイター営業も行っていた。アトラクションは、入園券とは別になっていた。また、入園券は一度園外へ出ると再入園できなかった。なお、海岸にあるので、異常気象時には閉園することがあった。遊具が普段は動いていないことがあり、スタッフに声をかけると動かしてくれていた。1935年11月から73年間。 リニューアルオープンから46年間営業されたが、2009年3月15日をもって閉園した。跡地については、売園部分をそのまま残し、遊具を撤去した部分を多目的広場として残している。翌3月16日以降は、名称が、梅津寺公園と変更された。二千十年五月、愛媛 FC のクラブハウスと練習場が、サンパークから本園の跡地に移転し、 アイフィールド、梅津寺と命名された。梅津寺公園の2019年現在の入園料は100円である。また、海水浴場や、梅津寺別荘健康ランド、梅津荘も閉鎖している。2019年12月に、ミキャンパーク、梅津寺がオープンした。2019年12月9日オープン。愛媛県産柑橘やゼリーなどを扱うショップやカフェ。 ジュースなど加工工程が見える加工場を併設した複合施設。柑橘の生産から加工、販売まで行う株式会社シュートが運営する。アイフィールド、梅津ズテラ2010年5月より利用開始となったサッカー専用の施設。人工芝グラウンド一面が設置されている。また、アイフィールド、梅津ズテラと同所に愛媛 FC のクラブハウスも設置されている。 柑橘を食べて学んで、伊予鉄、松山に、ミキャンパーク。日本経済新聞電子版。2020年1月2日閲覧。ありがとうございます。